こんばんばは国です、えー、本日は3月のもう25日ということですねまあ相次ぐ世の中のちょっと志村けん的なものも含めてえっ、ー、としょうがないもう落ち込まずにいくということにしたいと思いますので今日は <laughs> そんなこと言っときながらこの議題ですけど太田遥ちゃんのレス動画もう5回目ですね いいいききたたとと思思っっててまますすおお付合だければと思っておりますこの動画はねあのいつも通りなんですけど僕のレス動画はラジオ番組的に聞いていただけても時代であったりハローであったりさまざまな引用というところがありますので楽しめるような形でお送りしたいと思っております。よろしくね。じゃあいきましょうこれね最初もう1回目のこの太田遥アンジュルム待ってる大丈夫サムネのやつにえっ、ー、と 日付的には今日ですね、えっ、ー、と、レッスンがくだ、さですをいただいてますんで、ご紹介していきます。あですね。あーさんです。ね、このあが、二つ目が大きいから、これは、あのあーではない。すいません。あーさん。ありがとうございます。えっ、ー、と、正直あんまり待ってないな。特に能力面でも、待望すべきところはない。別にやっちゃったことが、そこまで悪いとは思わないけどね。 この間にレラタンに大幅に差をつけられちゃうだろうし。ズバッといただいてますね。あの、そういう人たちが一定数いるの？当然理解してます。当然理解した上で僕これえっ、ー、とこういう時に必ず思ってることだから、あのもし違ったら違ったらそれいいんですよ。 だけど説明したくてあのこういうい考え方もああるんんじゃないいいかっててうことを伝えたくて言いますよーさんねえっとねこれ差がレイ,ラとレイラと差がつくっていうふうに言うかもしれないけど多分なんだけどアンジュルム作ってる側ってそこでどっちかを競わせてるわけじゃないんですよ。でそういう子がいてこの子がどうなるかこの子がいたらこの子はどうなるかっていう全体の絵の中でのどの色かっていうところだからこの。 この黄色だけけ超超光光ららししててこの緑だけ超光らしてとかそういういことはしないはずななんですよなのでちょっとあの見え方は違ってくるけどコントラストとしてどういう風になるかっていうことなんですね。で僕レイラーが好きだったらレイラーが好きな人ほどこれ俺太田遥戻ってきて太田遥活躍っていうの楽しみだと思うしその方がレイラー生きると思いますよ。なんか僕そう思ってます。 えとでも、あのー、こういう意見ね様々活性化していくのもファンとしては楽しみだと思ってますんで引き続きお付き合いくださいありがとうございますじゃあこの動画の回答とあと4回目の、あのー、と題している動画に、えー、と回答コメントくれた方々にお返ししていきますえっ、ー、とねまずはあこれいつもくれてますね木場警備隊さんありがとうございますえっ、ー、とくにょチャンネルさんは本当にハロプロ愛を感じますね 太田さんのことは私個人的には事務所さんが出した答えはあまりうのみにしません、うん、裏を必ず調べてから判断しますのでちゃんと調べればたくさんわかることがありますようんわかるよただねこれ警察じゃねえんだよな俺そう思うんだけどなんかねみんなプチ警察化してる感じなんか、うん、謎警備員がすごいいっぱいいる感じ、うん でそれ探偵みたいにこうだこうだって言ってるさでこれだと幸せ度がちょっと低いのかなっていうふうなイメージっすでこの言われちゃうのはもうこの芸能人タレントというふうにねハローの皆さん芸能人タレントですよハローの皆さん <laughs> 方々が言われてしまうのはもうサガじゃないですかしょうがないじゃないですかだけど もう繰り返しになるけど未成年でこれからっていうところがある場合にあんまり言わない方が大きく見た時に丸くいくかなぁと。もうもう制裁されてますよ。ね。っていうふうに思います。とはいえご意見に積まれたす。じゃあ続いていきましょう。コチトラさん。えっ、ー、と、ご返答ありがとうございます。最後に言い過ぎたかな。 でもね先輩たちはかなり心痛めた感じで同い年の先輩カッサのブログはかなり責任感じててちょっとやば,かやばかったでしょうそのカッサもすぐに年上の後輩が入ってきて大変だったと思うんですよねでもちゃんと向き合って乗り越えて頑張ってるお手本はグループいるよねハー、はあ、ちゃんお手本はグループにいるよねハー、はあ、ちゃんって感じですってことかなありがとうございます うん、カッサーが責任感じてる感じってねあのち,ょちょっとこれあのぶっ飛ばされそうだけどちょっと笑っちゃうようなシーンもあるんだけどでも成長見れてるってことですよねもうそこでカッサーがもう当たり前だけどいつまでも末っ子じゃないしちょっとリーダーゆくゆくのリーダー気質今中盤にいいんじゃねえのっていう風な感じありますよね。 そこを捉えている話だと思いますでこれは何だかというとあのいろんな人たちが共同なんですか共同作業じゃないですかで連帯責任なんですよ。なので共同作業連帯責任な部分をこういうところで少し感じられてなんか自分たちのチームってこうなったらまずいよねってこういうところ改善点だよねってしてるんだと思います。だからたたまたまこれは ね、太田ちゃんでであったのかもしれないですよでそれでチームの結束が強まればいいのかなとまあこの間「ひなフェス」なんてね見てる感じではまああれは室,室田のってのはあったけど、うん、でも大きくチームバランスが崩れてるっていうよりもやるべきことちゃんとやろうよっていうさすがプロだなっていうふうに感じましたよ。そんなふうに思ってますじゃあ続きましょう。 えと風大財衛門さん、ね。いつもありがとうございます。えー、と騒動を起こしてしまったオーナーオタさんは、フレネミ、えー、かっこ、友達のふりをして近づいてくる敵だったようです。結果からの推測でしかありませんが、えー、と現代社会の病理が出てしまったと捉えています。かっこ、なぜ SNS で画面を拡散させる必要があるのか、理解に苦しみます。それが病理というものなのかなと思います。かっことし あとは断罪したがる人というのも世の中に多いですが時間が経つと、えー、自分は一体何でそんなに感情的になったのかと分からなくなる事例ばかりだと思います。えー、格好別に当事者でもないのに謝ってください反省してくださいみたいな強い口調の文章を見ると残念な気分になりますなんか俺最近この風大左衛門さんとなんかあの風潮は合、あ、ってきてる気がするんだけど <laughs> あ,のありがとうございますね。 あのね、も問題視ってさしたい人いっぱいいるじゃん。で問題視ってしたことによって自分がどうだったらって考えてあの写し鏡にしてあ教訓みたいにするのが、まあ、多分正解っすよね。でそ,それでいいんだけどなんか急にこのハードパンチャーになっちゃう人っているじゃないですか。えー、えっ、ー、ってお前今,今までジャブも出してなかったじゃんっていう人,人 こ,こ,れがさうん、これはもう国をチャンネルバットの人も多分あんまあんまジャブも普段くれくれてる人だったらもうちょっとさもうパンと擦れてくれていいんだけどなんかねこれ風潮よ。うん、ジャブ出ししてない中の人だと「お前拳壊すぜ」みたいなさ、うん「たまには野球じゃない例え」<laughs> ねえ。と思いますよね。 この辺のところが、なんていうか、まあ、今回のこの元春子ちゃんっていうのは見れたのかなというふうに思いますね。で、あとこれね、えっと、画像を拡散させる必要があるのかって、これ多分スクショの件だと思うんですけど、これは絶対必要ないんだけど、これどうなんすかここでこれを見ている若い人たち、いくつぐらいにしようか。えー、30代以下、20代ぐらいの人でもし見ていて、 あのその平均というか基準が分かったら教えてくださいよどんな形でもいいからあのねスクショで個人の情報のやり取りってあれ送ります俺絶対やんないんですけどねでもあのもらうことよくあるんですよでこれがすごくなんかああニュージェネとか価値観違えとか思っちゃうんだけど なんかねそこが僕がずれていたらあの理論的に説明いただけると反省して改善しますんでお願いいたします。ななんんかね違うんだなと思っっちゃってんの、うんね、でじゃあもうこれもう一個またあの話したいとこあるから言うけどまあこの断罪したがる人っていうのと時間が経つと後でその感情があのすごく突っ込んでたのになんか安らいちゃう人これだから言、e、う側は勝手ですよね。 ドン言ってああっすっきりしてでも言われた側たっぷり残ってますからこれ難しいんですよね。で自分もそれは逆だったら気をつけないといけないとは思ってるんだけど愛をっって言って言る場合は指しよ <laughs> みんなが見えるとこで言わなないよでみんなが見えるとこで言っちゃうやつっていうのはもう3回4回言ってああもうこれ。 最後一発かなとかの場合かもね。それならそれならわかる。もう様子も見ててだいぶあの気持ち的にも離れてての最後の一発みたいな。それはねあの古い古い世代もやりがちよだだ。だからいいってわけじゃないよ。だからそれだけわかるってこと。その部分だけならまだうーんっていう感じ。まあね えとこういうやり取りで自分たちのことをちょっとまた見つめ直して反省していきましょうみたいなのが丸、うん、いかなと思ってます、えー。ありがとうございました。じゃあ続いていきましょう。えっ、ー、と、ボラーさん。ねーはあちゃんのことはちょっと置いといて。お置いとくのか。<laughs> アンジュの危機はこれから娘や JJ にも降りかかるハロプロのカトキーナだけ。多分今から4、5年が面白いはず。アンジュのオーディションからスターが出そうや。 うんやはここいち強いのがハロプロ救世主の予感ほうほうほうこの最後の文章だで,でそういやはここいち強いのがちょっと華麗的なちゃうねじゃちょっとこれはあのなんか考えておきますねで最初のとこねあ最初というよりこれ他のグループのことも含めてっていう大きい話だよね えっとね半ュもだけどジュースジュースが俺昨日のちょっと動画でも言ったんですけど東京オリンピックの余波で、えー、ホールクラスのとことかあと、まあ、ライブハウスももちろんですよねもうよ様子見じゃいけない期間に来てるんだけどあの継続する雰囲,雰囲気じゃないですかでなんかディズニーランドとかのいわゆるアミューズメントパーク系は まあ見切りでなんか開けちゃうみたいな風潮らしいんですけど俺なんかその辺もこれ別にこのハローじゃないからこういう話してもって思うかもしれないけどつながるからちょっと聞いといてほしいんだけど東京都なら東京都とかさなんか日本なら日本とかで指針が出てないから全然規模が違う全然違うくくりの人たちがなんかそれも感じてんすよ。 僕がまあ扱うの規模だと思う数人のところから1,000人ぐらいの規模ぐらいまでの1,000人前後ぐらいまでの規模のエンターテインメントのやつらのネットワークあるから聞いてるとなんかねソース一緒で全部一色たんでえ判断していく件なのかなっていうところがもうもういい加減疑問っていう感じ。 でこれはもう提案だけど多分提案だから通らないんだけど僕が言っても力がないからねえっ、ー、とあそうチャ,チャンネル登録皆さんしてくださいもうちょっと力があればなんかディスカッションできるかもしれないまあしないろいろかまあまあいいやこれはいいやえっ、ー、とどういうこと言いたかったかというとあの一つのイベントであったり一つの会社っていうところが何かを作り上げていくときに 自分のところだけの持ち持ちが持ちじゃないけど自分のところだけのもので判断できるやつは簡単なんですよ。できんの。だけど大体そんな会社とかそうじゃないじゃないですか。あの隣がいてそこと足並み揃えてどこどこの持ちつ持たれつつき合いがあってでやってるもんだからどこどこがやらないって言ったらちょっと日本人超空気読む文化ですからあちょっとこれ。 もうちょい様子見しとくかあっそっちは何々さんもやらない何々さんも、うん、じゃあもうちょっと待つかっていうのがずっと繰り返されてる感じだ、うん、でなんでんとなくグレーでやれるのは本当に一番なんていうかそこから関係ないいや関係もあるんだけど関係ないことにできちゃう人。うん、でそ,そこってさもう大きいとこ今構ってらんないからまあ抜け道があるっていう言い方にもなるけどね。 だけどあれれれですすよよ崩れになりますよこれやってるとだからどっか一個犠牲になると思うけど大きいとこが叩かれながらドーンと遂行したらまあ僕はそれスターだと思ってるけどそう,そういうとこないと抜け道ないっす、うん。本当に大きいとこやんないとダメだね誰もが分かるやつ。その辺多分もう近々答えてますよねえなんか覆、ね、美ばっかりなんだけどい言えること全部言うから。 言えないことはあの言ってないだけ。<laughs> なんだってなんだってな。すいません。気をつけます。えーとじゃあじゃあじゃあまあまあこれ話戻しましょう。僕ねあのハロプロの他のグループっていうところとてもあのこれわかるんですよ。例えば俺はねこれビヨーンズ今さ超売りたい時期なのよ。<laughs> ま超、あ、見たい時期っていうところだからもうそれ答えだと思うし。 それが進まないのが、うん、なんか吉川言うのをね9年前ですか、うん、超売りたい時期にね、まあ、し,ょしょうがないっていうことになるけど天才があってみたいなね、まあ、それとこれとは少しケースが違うけど、うん、でもここここっていう時で、うん、なんかなんかちょっと思い出しちゃったな。 ビヨンズは今見たい度高いなと。あとかりんの卒業までのね、これこもう拳はもうね、画像を見ていくしかないけどさ、あの昨日なんだっけど MV、ね、トップ10みたいなの発表、11ぐらい結果的にね。で見てて、あれ思ったのこれこれ短くまとめるね、拳のやつは。あの4人さ あの残るレイレイ以外4人はもう一喜一憂でいろんなこと言い放題に言えてんの8人体制クラスの意見ででレイレイだけがとにかく他のインタビューを見ても超冷静レイレイだけそこの波には乗らないってなってこれが何かあのアップフロントを見る上では面白いとこだなって思いましたねまあ見てない人だったら後で調べてリンク貼っときますからあの僕のページから。 どん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 今日ネタになってたなるべく貼っとくようにしますから見てみてくださいねあともう一グループ行、まあ、モーニング娘。」どうしても入れとこうねモーニング娘。って今さもうこのパンダさんパワーを含めたちょっと今そこに写真置いちゃって <laughs> 15期これも成長超面白いタイミングだから、ね、なんとか本当はねせめてゴールデンウィークぐらいから プロ野球もね、やるってことに、やるかねってのもあるけど、なってますから見たいですけど、ハローだったらモーニングがボンと決断しないと、動かねえってことっすよ。ズバリ。うんさっき言った、どっかのトップが、だディズニーランドがドーンと開いたとかさ、そういうことですよ。今の例えだからね。 はいじゃあ,まあこの辺でまとめましょう。で、えーまあ、今日の動画というところはほぼほぼ,ほぼあの太田遥ちゃんの,あのアンジュルムのずっとこれシリーズ化してしまっているえー、とまあね休止活動休止からのところでやり取りしていた動画へのレス動画の5回目ということでした。で,ですからまあこのアンジュルム太田遥ちゃんに近いところの回答というかと僕なりの感動感動じゃねえや感動してるけど僕なりの回答で締めたいと思いますけど。 えと要はねこういう何て言うんですか謹慎もだったり何かファンとの間の動向っていうさっき指摘されてた方もいるけどそのエネミー的なねフレ,フレネミーって言ってたかな的な人たちがいてもいねなんか俺そういうやり取りがあった時の方が平和だったように見えてしまってますよ。これからもう1ヶ月近いでしょハロー現場ってね恋しいっすね。あの 本当にいいろんななやつがいてねなんか学生時代と同じとは思わないけどちょっとなんか学校と拡大してるようなうんなんか止めどないはるおたのなんかつながりというかそういうなんか日常があったような気がしてるんでまあ太田はるかちゃんも謹慎でね今なんかちょっとしいとか懐かしいと思ってるかもしれませんけどまあ僕らも同じような気持ちなんか共有しちゃってるよなと。 ちょっと太田春かリンクみたいな。<laughs> 間違いそうだ。この辺しとこう。<laughs> みたいな感じになっている。そんなようなね。えっ、ー、と、3月の月末というのに入っているような、そんなそんな気がしています。<laughs> で、まあ本日はちょっとこの辺にしますよ。えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、後、後ほどまた動画を撮ると思うんですけど、またこう2時間3時間で出ちゃうんで持ってきてからになると思うんですけど、あの、 3月30日、えー、とうちでまた鑑賞会ホームパーティーみたいなこともやろうと思ってますので、えー、と引き続きもし参加したいよって方いましたらチャンネル登録とコメントこれはまた動画作りますんでそちらの方に、えー、と記載してくれたらと思いますもうもちろんここでもいいけどねえっ、ー、とあと飲み会をねやろうと思っててこれもあとでちょっと告知と合わせてうるさいね俺ねあの ちゃんと撮っとこうと思ってるんですけどうちで飲み会も今週末3月28日に多分うちになるディーパーさんとも今ちょっと掛け合ってるんですけどねえっとどっちの方がいいかっていうこと話し合ってえー、また皆さんとご一緒できる機会作っていこうと思ってますんでそちらの方もお付き合いくださいでは国尾チャンネルそんな形で本日は水曜日の夜ということでお届けしましたまた近々お会いしましょういつもありがとうねまたね